のコピーバンドのええ感じなのです。はい、今回ですね、実はもう一人キーボードの方、二人二人キーボードいらっしゃいまして、呼んでみようかな。ふみきさん、りゅうせいさん、はい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 、拍手お願いします。いや、かっこいい曲だったと思うんですよ。もうすいません、こんなもうゆるゆる MC で本当に冬前で今までありがとう、K-YouTube大好きって言って取り立った人なんですけど、はい、すいません、冬で立たせていただいてます。ありがとうございます。やめるとはいえ、これからもみんなと仲良くしていきたいなって私は思ってるんで、みんなこれからも絡んでくれたら嬉しいです。お願いします。でですね、次の曲はちょっと曲調変わって楽しい曲になってるん で多分知ってるかもしれない曲なんで、皆さん踊ってください。私たちも踊るんで、ぜひお願いします。全員お願いします。Thank you.
さん、プロデューサーさん。ちょっと今回煽らせ要因で出ていただいて、いやありがとうございます本当に。いや本当にスタジオ中に笑わせてきたのは間違いなくふみさんやと思ってます。よろしくあの時から本当に本当にゲラなの分かっててひどいと思いました。でもありがとうございました。楽しかったです。いや本当にありがとうございます。Bye.
がとうございます、はい、このバンドも残すところあと1曲となりました。この曲ですね、あの去年のフリラ、去年の9月のフリラがあって、その時にこの小雪さんと京也さんとモリリさんで影プロでやったのをやったんですよ。覚えてる方いらっしゃったら、てか覚えててほしいなって感じなんですけど、そう、なんかそのスタジオリンクレの時に小雪さんがこの最後にやる曲をやりたいって誘ってくださっていや、ありがとうございます。本当にもう私も偶然中学の時から小雪さんの動画見てて、あ、名前一緒だと思ってまさか同じ大学で同じ部活で、でも同じ学部全員も一緒ですもんね。いや本当に、いやそれでちょいちょいこうやってバンド組ませていただいたりしていただいて本当ありがとうございました。今回このナノのために本当に、うん、そう組んでくれた先輩方本当に、え、もう何回目かの人もめっちゃいらっしゃるんですけど、マジでもう本当にスタジオ連から楽しかったです。ありがとうございました。いや本当に、いや間違いなく一部入ってよかったなって私は思ってるんで、いやもうマジで最後この曲で締めたいと思います。聴いてください、ネバーエバーランド。Well, no happy ending, no matter what's in store.
じゃあ